日高さんのおうちでラジオ@YouTube。皆さんお元気ですか？日高のり子です。このラジオが更新されているのは2月の2日ということなんですが、私が収録をしているのは1月31日です。皆さん1月31日といえば何の日だかわかりますか？そうです、2022年の1月31日といえば、私の本「天職は声優」が発売になった日です。1周年になりました。パチ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 。もう1年経っちゃったんですね。早いっていうか、どうですか、皆さんはどんな風に感じてらっしゃるんでしょうか。あっという間でしたねっていう気もするけれども、でもなんだろうな、この1年はなんかすごく充実していたせいもあるんでしょうけれども、中身の濃いギュギュッと詰まった日々だったので、あ、もうそんなに経ったんだなっていう気持ちも大きかったりとかします。どうですか、最近書店の方では天職は声優は置いてあったりとか、皆さんのお家の近くの図書館に天職は声優があったりとかしてますか？もしも見てないって言われると、日高さんはちょっとだけ悲しい気持ちになってしまいます。でも私はね、それでもね、すごくなんか嬉しいのは、最近は、私が出演する番組であるとか、取材の相手の方、その会社の方たちが資料として私の天職は声優を読んでくださっているということで、手にこう、なんでしょうね、天職は声優を携えて打ち合わせに参加してくださったりとか、天職は声優にも書かれていましたが、このようなお話がありましたよねとか、本の内容に触れてくださったりとか、そういう方たちと出会うたんびに読んでいただけていることの嬉しさと、特に女性の方は読んでいて励まされましたなんていう風に言っていただく声もね、聞こえたりして、そうするとね、書いてよかったなってね、思ったりしています。私としては本はやっぱり読んでくださった皆さんを元気にしたいっていう思いで、私の歴史を振り返る本でもありますけれども、一番の目的は、読んでくださった方たちに元気になってもらいたいという気持ちが私の中にあったので、そういう言葉を聞けることがとても嬉しいです。このね、番組をお聞きの方は皆さん天職は声優はきっとお読みになっているかと思うんですけれども、もしもお友達とかで日高さんの本欲しいんだけどもなんか見かけないねみたいな声を聞かれた時にはですね、日高さんの公式サイトで売ってるよという風に教えてあげてください。まだね、少しになってきてはいますけれども、アナザーカバーの方も、まだあるようなので、今だったら特典としてお付けすることもできますので、ぜひおすすめしてあげてください。それから、本を持つのは嫌だ、私は電子書籍派なのよという方には、オリジナル特典ページ付きの電子書籍版も発売中ですので、こちらの方も、おすすめしてみてくださいね。それから、ここ最近のニュースとしましては、私のツイッターフォローしてくださっている方はご存知かと思いますけれども、なんとツイッターのフォロワー数が10万人に達成いたしました。いや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 。この数字も私はすごいと思っているんですけれども、私がツイッターを始めたのが2016年10月に開設ということで、もう7年3ヶ月も私はツイッターをし続けているんですね。なんか初めてツイッターをした時のことは本当昨日のように覚えているっていう感じなんですが、もう7年も経っちゃったんだっていうことに、今驚きを隠せない感じでいます。最初は本当にフォロワーさんたちがね、喜んでいただけるような面白いネタをたくさん書きたいなんていうふうに思っていたんですけれども、7年経ってくると、ね、ネタがある時もあればない時もあるっていうことで、最近ではやっぱりあれでしょうかね、私が白いセーターを、おろしたてのセーターを着た日にトマトソースのパスタを注文してしまったっていうのが割と皆さんの心に刺さったみたいで、でも私の中での一番恥ずかしかったことというのは、NHK の入館証を首から下げたまま家まで帰ってきてしまったっていうことなんですけれども、これね、なんで下げて帰ってきてしまったんだろうって思ったら、コートを着てマフラーをしてその上からかけちゃったんで、この紐の感覚が首になかったっていうところが一つあると思うんですよ。マフラーを取った時にブラーンってなんかなってるその入館証を見つけて、うわーって思いました。私は日高のり子です。気づかれた方いるのかな、ドジだなとか思ってたのかな、でも誰も声をかけなかったってありがたいなとか、いろんな思いが胸をよぎりましたザザザザ残念。本当にフォローしてくださっている皆様ありがとうございます。これからもですね、皆さんに元気をお届けできるようなツイートを身を削って書いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。日高さんのおうちでラジオ、おうちでラジオ、おうちでラジオ。さてさて、明日2月3日は節分ですよ。ということで、今回のメール投稿のテーマは「あなたの中の追い出したい鬼」です。早速ね、皆さんからいただいたメールをご紹介したいと思います。滋賀県の稲妻さんから、私が追い出したいのは怠け者な性格です。ジョギング、ヨガ、水泳、サプリなどなど、健康にいいことにいろいろチャレンジしていますが、どれも長続きしません。明日にしようと先送りにして、だんだんフェードアウトがお決まりな私です。耳が痛い。私もね、週に1回はジムに行きたいって思ってるの。だから月に4回行くのが目標なんですけど、どうかな、1月は4回行ったのかなねえ、なんか今んとこ2回しか行けてない感じがあるんですよね。今んところって1月31日じゃん、今日。もうダメじゃん。あ、もうチーンって感じですね。ザザザザザ残念。あ、ダメだ。じゃあ2月にね、綺麗に送りたいと思いますけども、2月っていうのがね、28日までしかないのよね。この3日ないっていうところがね、結構プレッシャーよね。でもね、私ね、1個だけ言いたいのはね、書道もね、なかなか行きたり行けなかったりとかで、行ってもなんか練習がこうままならないから、級が上がっていくためのね、その昇級試験みたいなものに作品を出す出さないみたいなところを悩んでいたんですけれども、もう日高さん、評価は気にしないでね、出しましょうよって先生に言われてから、いいかっていう感じで出したら、いや、もうあなたびっくりなんですけれども、手紙文っていう結構長いやつがね、1級になっちゃって。でもこの後ね、段に行くためにはね、商談試験を受けなくちゃいけなくて、何枚も作品を書かなくちゃいけないのね。でそれは今のスケジュールだとすごく難しいので、私はこの1級でその手紙文っていうのを打ち止めにして、今はね、ひらがなをやってるんです。いろはにほへとちりぬるをみたいなやつ。それまで頑張って作品は出してる。これは頑張ってるんだけど、自分はそこだな。私も頑張る。鹿児島県の白熊に噛まれるよりましさんからです。今回のテーマですが、食いしん坊な私を何とかしたいです。 CM やグルメ番組の影響ですぐに検索、通販があれば即買い。でも買ったことに満足して、届いた時には興味が半減、旦那様に呆れられております美味しそうに見えるんだよね。私はね、お腹が空いてる時にめっちゃ食い意地が張る。あれも食べたい、これも食べたいって注文しすぎて、いつも注意される。特に焼肉屋さんで福島県の八重桜3号さんから、日高さんお晩です。映画館で灰原愛物語見てきました。愛ちゃんとセラちゃんの出番がてんこ盛りで楽しめました。4月公開の新作、期待大です。いや、私もめっちゃ期待してるよ。さて、私の中の鬼は他人への厳しい目です。例えば歩道を自転車で横切る人、信号を無視する親子、タバコをポイ捨てするおっさん。このような行為を目にすると一言言いたくなってしまうのです。それが原因で喧嘩になりそうなこともあって、家族から注意されていますが、この性格直した方がいいでしょうかっていうことなんですけど、正義感が強いんだよね、きっと。わかる。私もね、そういうのにこう眉を潜めるっていうことはあったりするけども、やっぱりなかなかこう注意をするっていうのが、相手がどんな人かわからないからなっていうところもありますよね。私もね、そういう注意できないタイプですよね。でもね、それ素晴らしいことだと思うの。だけど少しね、厳しく見るということじゃなくって、もうちょっとゆとりのある心で見られるようにするためには、ちょっと自分にゆとりを持つような何かをするとね、ちょっと世界が変わってくるかなっていう気もするんですよ。やれやれって思うぐらいでとどめられるっていうとおかしいんだけど、きっとね、きっ切って見てしまってると思うの。その切ってね、厳しい目で見てしまうっていうことは、自分自身もすごくなんか緊張しているっていうことにつながるような気がすごくするんですよね。で、正しいことをしているんだけれども気になりすぎてしまうっていうのは、自分自身をちょっと痛めつけてしまうっていうと変なんだけど、なんかそういうところがあるんじゃないかなと思って、なんかちょっとだけ心にゆとりを持つようにした方が、なんていうのかな、おおらかになれるというか、許した方がいいっていうことを言っているわけじゃないんだけどね。ただなんかもう少しこうゆとりを持った方が気持ちが楽になれるかなと思って、その気持ちが楽になれるっていうことがなんかすごくストレスが減るかなと思って。ストレスがやっぱり多い社会ですからね。だからなんていうのかな、少しでもそういうことを減らしていく方がなんかこう健康的に過ごせるかなと思って、もしかしたら3回に1回はなんかこう、まあいっかって思えたりとかまあいっかもいけないのかもしれないけど、でもなんかそういうゆとり的なものもちょっとね必要だったりする時もあるなって、そんな気がします。そして愛知県のまりまりさんから、のうこさんはじめまして。はじめまして。昨日テレビで駅伝の中継を見ていたら聞き覚えのある声が。あれってのんこさんですか？そうです、私でございます、私の中の鬼ですが、ズバリスマホ依存ですと言いつつ、このメールもスマホで打っていますし、何でもスマホに頼ってしまうことから脱却するのが今年の目標でもあります。田舎で畑仕事をしている80歳のおじいちゃんが携帯電話を持たない生活を貫いていて、その姿がかっこよくて憧れているのです。1日2時間とか使用時間を制限することから始めてみようと考えている今日この頃です。私もなるべくね、スマホを見る時間をちょっと減らしたいなって思って、っていうのはやっぱりね、眼精疲労、目が疲れるのすごく。どうしても私の仕事って原稿を読んだりとかで、その時にそのテレビ画面を見たりとか、その原稿を見たりテレビ画面見たりっていう、とにかく目をすごく使う仕事なので、少しでもその眼精疲労をなくしたいなっていうふうに思って、このやっぱり光にちょっと私弱いみたいなのね。なんかすごく目が疲れると太陽の光がすごく眩しく感じたりとか、目が開けづらくなったりとかっていうところがあるので、それで少しスマホから距離を置くように自分も心がけています。それで一つ始めたのが、緩やかなこう睡眠にこう入っていくためには、そこでもって明るい光を目から入れてしまうことが良い睡眠のためにはマイナスだよっていうような話も聞くので、夜寝る前にはほっこりするようなお話の小説を読むようにしています。今私が好きなのが「ライオンのおやつ」というですね、小川糸さんの本なんですけど、これがすごくなんかちょっとほっこりするので、ゆるりとした気持ちでね読んで、でちょっとなんか眠くなったなと思った瞬間にこう眠りにつくみたいなことをしたら、なんかすごくね睡眠の質が良くなったような気がします。はい、いいことだと思いますよ。おじいちゃんかっこいいね。おじいちゃんに私がかっこいいって言ってたってお伝えください。茨城県七夜の願い星さんから、まさに今の時期に出てくる鬼なんですけど、夜中に食べるおでんがやめられません。コンビニのおでんが美味しくてつい買ってしまいます。夜遅い時間になると半額という強力な誘惑をしてくるので、かなりやばい鬼ですというふうにいただきました。まあそうね、夜中に食べちゃう。でもさ、大根と白滝ぐらいならいいんじゃないなんか大根は柔らかくってこう消化に悪くなさそうな気もするし、なんかこう白滝ってなんかゼロカロリーみたいなイメージがあるから、こんにゃくとかいいんじゃないかなって思うけど、どうなんだろうね。でも消化のことだけを考えると大根一択かな、かもしれない。やっぱりね、寝てる時にお腹にね物があるとね、いい睡眠が得られないらしいんで、はい、その大根を一口30回ぐらい噛んで、そうしたらいいんじゃないかな。ね、そしたらその消化、胃に負担もかからないので、そしたら一口で30回か、めんどくさ、やめようかなって思うこともあるかもしれませんね。石川県のさくらさんからです。日高さんこんばんは。また寒くなってきましたね。本当。石川県では雪がかなり積もっていて歩くのも一苦労です。長靴で移動しているのですが、なんか足冷たいなと思ったら長靴に穴が開いていました。すごいね、わらわらって書いてありますが、私は強がりな心を追い出したいです。常に精神的に強くありたいのと、人からそう思われたいという思いから人前ではつい強がってしまいます。もっと素直になりたいですって。そうなんだ。でもなんかさ、ちょっとこう強がって頑張ることが自分を成長させるっていうところもあるよね。でもなんかそういう風にすることで、もしも自分が疲れてしまったら、だったらそういう時にはこう弱い自分を見せる勇気みたいなところ、素直に受け入れる心みたいなところ、そこに着目すればいいんじゃないかな、っていうような気持ちもしますよ。はい、なんかいいね。なんかそれね、強がるっていうねことがね、若いからできるって感じがすごくあるの。もうだって私全く強がらないもん。どちらかというと今愚痴聞いてくれる相手を求めてるみたいなところがあるからなんかね、このぐらいの年になるとなのかわかんないんだけど、私の周りでもね、常々ね愚痴を言う人とかね、弱音をこう、私だから言ってくれるのかもしれないけど言ってくれる人とかいて、でもねそういう人ってね元気なの、健康なの。だからね、きっとなんかそうやって人にその、弱音を言う、どこかで強がったけどもその揺り戻しみたいな、跳ね返ってくるものみたいな、そこをどっかでガス抜きしてるっていうところがねいいのかなと思って、だからさくらちゃんもねそういうところが見つかるとねいいんじゃないかなっていうふうに思いますよ。東京都のホワイトアウトさん、自分の中の鬼、それはフレンドリーすぎることですかね。誰にでもどこででもすぐに話しかけちゃうので、なんだこいつみたいな顔されることもしばしば、最近はトイレで隣の人に話しかけることは自粛しています。そうよそうよ、これねトイレで隣の人に話しかけるっていうのは男性ならではですよね。だって手洗ってる時じゃないんでしょ、きっと用を足してる時でしょ。それはダメ、それはいけないね。集中させてあげてって思っちゃうけど、でもなんかちょっとなんていうのかしら、旅行とかしていて、旅先でね、例えばホテルのエレベーターの中とかで外国の方とかにお会いすると、モーニングとかね、ハローとかね、挨拶をこうしてくれたりとかするじゃない。でも日本人同士っていうのはそのホテルとかのエレベーターの中でね、こんにちはとかね言わないでしょ。だからそういう意味では海外に出る準備はすでに整っているっていう感じをするだからいいことなんだと思うよ、ね、TPO さえわきまえれば大丈夫だと思うけど。さあ続いてはですね、弱気な方たちからの、メールご紹介したいと思いますね。大阪府ちゃちゃちゃの茶太郎さんから、おうちでラジオすごく楽しませていただいてます。のんこさんとリスナーさんのやりとりもすごく楽しくて、もう宝物です、ありがとう。追い出したいものといえばズバリ弱気です。引っ込み思案みたいなところがあって、何をするにも一歩が踏み出しづらいです。どうしてもああなったらどうしよう、こんなことが起きたら嫌だなとか考えてしまいます。のんこさんのように新しい習い事や TikTok などいろんなことに積極的にチャレンジされている姿が眩しいです。そしてこちらは京都府のケロリンさん、こんにちはのんこさん。今回のテーマですが、ケロリン的に追い出したい鬼といえば人見知りです。もともとコミュニケーション能力が高い方ではないんですけど、40代に入ったくらいから人見知りがひどくなって、最近は仕事と家庭以外ではほぼ会話をしていません。リアルな世界だけではなく、ツイッターにリプもらってもまともに返せないほどです。この人見知り鬼を早く追い出して、リア充なおっさんになりたいです。そして長野県の南風さんから、私の中で追い出したい鬼は人見知りをしてしまうことです。小さい時からなのですが、社会人になった今も尾を引いています。今も昔も相手が話しかけてくれたら自然と仲良くなったりしましたが、なかなか自分からというのが悩みの種です。自分と考えや好きなことが違ったらと内気で警戒心も強いのかなと思います。社会人になったら自分よりも年上の人が多く、中には自分の親と同じくらいの人や年下も数人いるので、どう接すればと思います。日高さんから助言もらえたら今後の参考にしたいです。人見知りっていうことを何でしょうね、その何とかしたいとか、でも何ともできないとか、そういうことで悩んでいる方というのは、私より年上の方でもいらっしゃるような気がして、で私は割と初めましての方でも普通に話せたりするんですけれども、まずねやっぱり構えてしまうっていうところが一つあるみたい。例えばリプを返すのにもうちょっと考えちゃうっていう、それは何かもしかしたら相手が言ってくれたことに対して何かいい言葉を返そうとか、何か少しでもためになることとか、そういうことを言おうとか考えすぎてしまうのかなと思って、で私がですね、この声優の業界の中で、今はねコロナっていうこともありまして 3,4 人での少人数でのアフレコになりますけども、昔はねその15人以上とかのアフレコもあって、で自分がすごく大人になってしまって、もう自分以外は全部若い人みたいな現場に行った時にね、これはね人見知りっていうことじゃなくて、何を話したらいいのかわからないという共通の言葉が見つからないっていうところと、あとはその若い方たちに私が話しかけたことでなんかドキドキとか緊張とかさせてしまったらなっていうところもあって、なんとか自分はフレンドリーですよっていうところをアピールしたいんだけど、それが難しいなって思った時に編み出した方法があって、差し入れとかでお菓子がスタジオに来ることがあるんですけども、それをみんなで食べるじゃないですか、ね、そういう時にお菓子おいしいねとか私は何味を取ったけど何味を取ったのとか、へえそれはどうおいしいとか、その何でしょうね、何気ない会話、仕事の内容全く関係なく、もはやその会話って必要ぐらいのレベルの何気なさの会話をやり取り、なんかそれでもコミュニケーションが取れるんだなってことを思いました。でそれで一回話せば次からもう少し話しやすくなったりとかするので、すごくもう本当に天気の話とか、なんか食べたご飯のこととか、昨日見たテレビとか、何気ないことから始めてみるといいのかなっていうふうに思います。相手の話に返事をするだけでもいいしね、面白かったよねとか、なんかそういう何気ないところから一言返しね、当たり障りのないこと、もうその場から離れたらもう忘れてしまうようなことなんかね、そういうところから始めると意外と気軽に始められるのかなという気が私はしております。ぜひお試しくださいということで、皆さんの鬼が、追い出せますように、ここで私が代表して豆まきをしたいと思います。鬼はーということで、皆さんたくさんのメールをありがとうございました。さて、次回ですね、次回2月16日更新分のメール募集のテーマは、2月14日がバレンタインデーということもありまして、私の〇〇愛ということで、お寄せいただきたいと思います。愛してやまないもの、何でもいいんですよね。どうしても私はこれが愛してやまない、私が今愛してやまないものはね、リラックスできるバスオイル、もうこれがもう本当に好きで好きでね、もうそれをまとって香りが体についた状態で眠るっていうのがもう最高。なんかそんなような感じで、私の〇〇愛、愛してやまないものについて、メールをいただければと思います。メールの投稿はのりこひだか .com のトップページにあるメール投稿フォームのリンクバナーからお送りください。日高さんのおうちでラジオ、おうちでラジオ、おうちでラジオ。さあ、最後に今後の出演情報を紹介します。 NHK 総合林家正蔵の演芸図鑑の対談コーナーにゲスト出演いたします。オンエアは2月5日日曜日と12日日曜日の2回、放送時間は早朝午前5時20分から、早起きしてご覧ください。 NHK プラスの見逃し配信でもご覧いただけますよ。それから NHK が放送開始70周年ということでですね、様々な特別番組を作られているようです。その中でその70年の歴史と時代を振り返る NHK の特別番組「新発見と新体験テレビとスポーツ」を70年のナレーションを私が担当いたしました。すごいね、貴重なね映像がねたくさん出てくるんですね。もう本当にね、私ナレーションを読みながらこの番組面白いなって思ってしまったので、ちょっとこうジーンとくるところもあったりとか、その昔ねそのニュースに取り上げられた、スポーツ選手も出演されていて、秘話なども語られていて、へえそうだったのかっていうね、何十年ぶりかで明らかになったこととか本当にたくさんありますので、ぜひ皆様、ご覧いただきたいと思います。オンエアの、日時につきましてはのりこひだか .com でご確認ください。というわけで、そろそろお別れのお時間です。この後更新されます日高のりこオフィシャルメンバーズスマイリングの皆様だけにお送りする日高さんのおうちでラジオアットスマイリングでは、新たに結成することとなった新ユニットのことを情報解禁に先駆けてお話しさせていただきますので、お楽しみに。今回もお聴きいただきありがとうございました。お相手は日高のり子でした。じゃあまたね。バイバイ。日高さんのおうちでラジオ@YouTube。